こんにちはノブ・のぶ吉岡ですのぶジャイブ・ファミリージャイブ動画講座始まります、えー。本日の動画、対面コーチング。えー、止まらないジャイブですね。えー、この、ねえー、方はセールが6.6ぐらいあるのかな。ボードが100何リッターのフリーライドのボードですね。えー、そして、ねえー、なんだろう何年か前に、えーまあ、世界一のジャイブを。 という,、ね、ちょっとこうコンテンツを、えー、いたあの買っていただいたかじゃないかあそうかそれじゃないなあノブジャイブファミリーだ <laughs> すいませんノブジャイブファミリーに入って、ね、練習して、えー、まああの同じゲレンデでやってる方なんで対面でね結構いつもできたのでうんどうだろう最初はやっぱりテールジャイブだったそでずっとね、えー、でどうにかしてかっこいいジャイブがしたいということで一緒に、えー、やってそうだろうでも教えていい 1か月ぐらいかな、まああのー、結構ね、週に2回ぐらい吹く、風がね、強い風が吹くコンディションの時きに、えー、1か月ぐらいで、確かね、いきなりマストがお入り駅にしだして、止まらなくなったんですね。まあ、その前に基本的なことがある程度、形はできてたと。あと、ものすごい研究練習なんですね。えー、あとはあの、スキーとかあこう、体重移動がね、スキーがもともと上手で、体重移動が結構、えー、うまかった。 だから彼の一番いいところはこの体重移動がうまいっていうところですね。えー、だから、まあ、そこでね、ちょっとこ,うこのジャイブを見ていただくもう本当にスムーズな、えー、余計な力、で軸を,中軸を内径軸をちゃんと持ちながらも、その軸が内径軸がしっかりしながらも、そこからのバチュジューができるっていう形なんですね。体重を振って抜くことができる。まあ、そこがね、一番、あのー、素晴らしいところなんですけども、だから本当に見ててスムーズ。 になる、えー、だからまあその辺がね分かってくるといろいろと研究してねいろいろと考えるとね分かってくるんですよね、えーでまあ。じゃあ、えー、まずジャイブを見てみましょう。えー、本当にスムーズな、えー、素晴らしいジャイブです。はい下、えーね、らずしてきて、はいえー、スピードを上げて,ーて,てぐーっと空いてマストを前出してフっとほら。 内傾軸と前傾軸がてねそんな足の返し方もすすっごいですだからもう全然止まらないです。えー、で、これをね、えーまあ、スラルム系の6.6ぐらいのセール、7.2だったかな多分、多分ね、そのくらいの、結構大きいんですよ。7.0前後なんですねで。ボードもフリーライドの100いくつっていう形です。で、まあ,あの、ボードもそんなに極端にあったらしくないですね。だからちょっとストラップの位置が。気持ち後ろ。まあでもスラルム系、フリーウイブ系は変わんないのかなウェブ系はもう全然変わっちゃってるんですけどね。えー だから本来は、まあ、失速あのスイッチスタンスでやうと失速しやすくなってもいい感じだと思うんですよね、このボリュームバランスから言うと。でも全然こうノーズルから失速しない。やっぱりこれは重心移動がしっかりと前へできている、えーで。内傾軸がちゃんと保ててる。そそしてそこからが、えー 内気軸を保ちながら、そこ,からそこでふっと力抜ける、抜獣ができるっていうところですね。だいたい抜獣にするとフラットに戻すっていうのがね、あの今まで定説であるんで、どうしてもみんなフラットに戻したがるんですけども、そうではなくて、内気軸を取ったまま、ふっと抜獣ができるっていうところですね。だからずっとレール入ってるんですね、ほら、最後まで。で、最後に足を返すときにフラットに戻す。まあ、もう理想的ですね。でも、途中で見てると、くっとこう。 抜充してるる瞬間っていうのがあるんですね。まあ、そこがね、たぶんね、すごい素晴らしいところなんですね。だからこの辺で、ほら、レールがしっかり入ってて、えー、ちゃんとジャイブの出口を見てます。で、ふっと、ここで重心がね、本来こう来て、こっちにかかるはずなんですけど、かかとをしっかり上げてますんで、えー、こっちに重心が乗ってないんですね。軸はちゃんとここにある。で、セールを返す。ね、で、そこでしっかりここで風が入るので、えー、体を入れ替える。 でちょっとここで気持ちね、ノーズが上がるんですけども、ね、まあ、これでノーズが上がらなくなったら今度加速するジャイブに完璧になりますからね、ガンガン加速し始めますからね。で、足を返した。で,でも重心の位置はずっと変わらない。っていうところはね、えー、重要なポイントになるんですよね。まあ、この辺はね、もういいですね。重心ブームの下に頭がしてる、膝が入ってる、ね。おっと、ジャイブの出口をしっかり向いた、膝も向いた。ね、もう理想的な感じですね。 ほら前傾、体がここよりこう前に出てますね。マストの角度と体の角度は一緒。っていうことですね。で、この重心の位置。この重心の位置を見てもらったこの重心の位置がほぼ変わらないんですね。大体この辺で、これでもちょっと前傾してますよね。内傾前傾っていう形でしてますので,で、マスト前さばき。で、パンと前に帰ってきて、風を入れて、スイッチします。で、ここで重心を下げて、 足をスッと入れるかほらこれ重心がね、こうちゃんと前に横乗りでちゃんと、あのー、この時点で、えー、この時点ではね、ちゃんとこう横にちゃんと来てますの、ね、で足を返すだけです、これがもう少しね、こう前の手がこうやって伸びちゃって後ろの頭の位置がこれんでちょっと後ろ来るとこの時点でノーズが上がって足を返した時に逆に言うとラフしてしまうということになるんでね。だからこの横のこう、横乗り、こうスイッチインスタンスでもしっかりした横乗りができれば足をね、 えー、しっかりと前に、だから前の肩の方にね顎を乗っけるような重心をちゃんと取ってますんで、まあこれは研究熱心で、えー、形を作るってことはね、えー、一生懸命多分、えー、やってると思います、えー。現地でね、現場でやってて、うわー、うまいなじゃなくて、多分それの10倍ぐらい、えー、実践じゃなくて、MTT メイトリングで頭のイメージと体のイメージをつなげてるっていうことを、えー、そういう努力が分かりますよね。えー パッ,ときてパッとやるよりはこの実戦で高かかう練習時間2時間3時間ですよね実践になってねでもそのたぶん10倍ぐらいはえこの形を作るために10倍じゃ引かないか <laughs> もしかしたらえそのくらいの練習をしているような感じがしますはいえーだから今日はねちょっとこう褒め褒め対面コーチングみたいないいぞいいぞってね悪いとこねえぞみたいなえ感じのちょっとえ話になっちゃってますけどねはい でまああのー、悪いところを探すって言うんじゃないですけど、ここをこうしたら、えー、もっと良くなるぞっていうところですね。まあ、これはあのフリーライト系でねフリースラローム系の道具なんで、まあ、内径ブーメ面の内径っていうのはそんな極端に取らなくてもいいわけですね。えー、そのままあのスピードが落ちなく抜けていくっていうのが、ね、多分あの基本コンセプトにあって練習っていう形になっていると思うんですけども、もここで、えー、しっかりとした、まあ、フリーライト系のものなんで、もっとぎゅっとこう。 いけるんですよ、えーまあ、そこはね、えー、もっと教訓の時に多分練習すると思うんですけど、まあ、その時の練習したらブームエンドないけっていうことをここでねグッと来てここで正路回を返すちょっと前かうと、まあ、直すんだとしたら直すんですよねこれギュッとくるんだとしたらここでこうここでグッと内側このぐらいのタイミングなこのぐらいのタイミングで,ングで、えー、ブーム手の肘を下げて 内側に頭1個分持ってきてもらうと、ここでちょっとね、あのボードがね、レールの入り方が甘くなってですね、ちょっと緩んでる。で、この辺からぐっと来たときに、この辺から、ね、少し緩み始めるんですね。まあ、だから、ここ、この辺,この辺,この辺か、この辺のタイミングでぐっとこう、頭1個分、こっちにこう、寄ってもらうと、ここでガーッと入るんですね。そうすると、これが、こう、後半コントロールできれちゃう。そうすると、そこの内傾を強めることで前傾も強まる。 そうこの形もちょっと変わるんですよね。ええ、これがもっと頭1個もこう前傾に取れるわけです。内傾、頭1個も内側取ることになって。そうするとここでさらにさらにこう、切れが今までのジャイル、おうまいね、もう力入ってなくてこうスムーズ、すごいいいねから、ぐっおなんかキれもすごいねって話に今度なってくる。ええ、そうすると、 フリーライド系、スライム系のジャイブっていう形で今この練習してますけど、ここからさらに板がギュッと入り始めると、今度、ウェーブ系、もう自由自在にボードをコントロールしながら角度を変えられる。出口の角度を変えられるって今度はジャイブだった。それもしっかりしたレール操作によって、レール操作によってその後半のボードの角度、セールを返してグーッとセールを取る時のこのボードの角度を自由自在に変えられる。 ということは、えー、ウェーブでボトムターンをして波にトップに上がるときの,の垂直に上がるのか、斜め45度にスピードをなるべく殺さずにいくのかっていう、そこのボードコントロールが一番最後のコントロールができるわけですね。最後の2割、3割っていう感じのボードコントロールができる。そうすることによって、ウェーブのトップターンもう非常にうまくなる。もうほぼ波に乗ってなくてもいきなりウェーブが上手になるっていう形になって だそれっていうのは、ね、波に乗って練習っていうのはすっごい難しいんですよ。人間っていうのはね、えー、一つのことに集中した方が絶対いいわけです。波に乗ると波の角度、波の質、いろんな条件がいっぱいあるんで、それを全部こう頭の中で把握してなっちゃう。そうすると一つのことで集中して、じゃあこの角度っていうときに、どうしても実際に来る波を見てしまうんで、リップのね、こうリップとかこうか、ほら、波がシャワシャワって、これ一番クリク、何て言うの、パワーポイント、そこに当てたい。 それかそそこを避けたいそっちが優先してしまってそっちに集中力がいくとボードロコントロールレールコントロールを忘れてしまうだからウェーブをやってる人がなかなかうまくなるそれもサンデーセーラーのウェーブライダーってのはこれなかなかうまくならないですよ波乗ってるそれよりは平水でボードコントロールだけを集中してやった方がはるかにうまくなるこれは本当に実践でやってますからね私の教え子たちはみんなあの 対面でで教教ええててる教え子たちっっううのの皆んんずっとこう平になななす。す、まあ。写真のようなこのゲレンデなんです、ね、そういう子たちが初めて海に連れてって波に乗った、まあ、最初ねアウトに出る時すごい大変ですね波に乗った途端にボトムターントップターンが、えー、その辺の5年6年10年やってる人よよっぽどうまいんですよびっくりするす一番最初にびっくりするのはボトムターンのスピードが全然違うんですねで、まあ、後半の、ね、トップターンの角度も変わってる だから一番こう感じるっていうのはやっぱりみんなそういうふうにやって「え本当に初めて嘘でしょ」って必ずみんな言うんですよ。えー、だからそういうことなんです。えー、だからまああのー、得意体質でね3つ4ついっぺんにこう終わってね集中できる人も多分いると思うんです。でもほぼね8割以上の人が1つのことに集中すると1つのことを忘れる3ついっぺんなんて絶対できないなんです。けど まあだからもうそういう練習の仕方だから逆に、今までの常識、ウェーベルンだったら波になっちゃうんくならないよ。って言うんじゃなくて、しっかりした基本原理、根本ですね。レールコントロールをするためにはどうするかっていうところに集中してやると、逆に言うと、ジャイブ。で、レールコントロールだけコントロール。一生懸命どうやって練習するのか。で、一生懸命やって。半年やった。 そんで初めてじゃあ俺は海行くぞって言った時に多分本当に5年6年10年下手すと10年ぐらいやってる人よりうまいくなってしまう。だからまあだでも大体考えるとそうやってなかなか考えですねだて波乗りが楽しいわけですからね波乗りやる人っつうら,ら波乗りたい。ね <laughs> 波乗ったら気持ちいいっていうことが、ね、根本に基本でなっちゃうんでこんなこと言ったってでねでもあとはほぼそんなこと言って波慣れなきゃ上手くなんねえよっていうこと。 波になれるより、一番基本的なことは、ウェーブの場合は、レールコントロールになれるっていうことが一番重要なわけです。えー、もうこれ、かなり話ずれてきましたね。でも、これ話すると、私ね、こういうの大好きなんで、どんどんしゃべっちゃう。本当にレールコントロールをマスターする。波になれるより、レールコントロールなんですね。もう、波になれるっていうのは、もう、これは波乗っ、一回のちばそんなにはもう、第一。ジャイブやるより簡単ですからね、ボトムターンなんでね。えー、あのフラットですからね。 デコボコじゃないですか、ね、だからもうレールコントロールをいかにできるかっていうのを本当に念頭に置くことだからまあ今までのまあ常識っていうかね普通みんな一般に言ってることを全くこう考えを変えちゃった方がいいんですね、えー、だからみんなうまくなる特に私なんか見てるとまあ私はもう平水育ちで途中で海に行って海に何年かずっと行ってウェーブを一生懸命やってたわけですそうすると両方分かる 平水でやってる人と私はずっと JV やってた。で、平成はね、ずっとウェブやってた。もう明らかにね、平成育ちの鎌目なんですよ、あっという間に。これ、なんでかなーってずっと考えたも面白いですね。私の教え子たちがね、ウェ e ブでチャンピオンになってとか、あのー、日本チャンピオンになってしてるわけですよ。これは根本的なことを最初にちょっと教えたと。もう本当にちょっとなんですよ。ええ、全部教えたわけじゃです。本当にちょっとだけしか教えてる で、あとはね、えー、こういうことだ、こういうことだって言ってこう、ボードコントロールだ、レールコントロールだ、そこをやっぱり重視しなきゃだメだ、ということをずっと言ってた。波になれるんじゃなくてね、えー、ボードの、ボードに慣れてレールコントロールができるような形になれば、必ず、あとはスピードだ、ボトムタウンはスピードだ、ね、スピードがればるほど、ああ、もうこれやめましょう、えー。またね、こう、全然、あの、 全然違う方向に行っちゃったので、これまた機会があったね。これ多分3時間ぐらいしゃべるんで、なんか今度、みんな詰めてちょっとやりますかね、それね。私、そうしたら12時間ぐらいしゃべるんで、みんな,な多分寝てるのに喋ってるかもしれないですね、っていうところなんです。えー、まあ本題に戻りまして、本日のテーマはね、えー、ジャイブです。えー、これもしっかりした内景を取りながらの抜銃が取れて だからその辺の意識の違いですね。罰銃ってうのはフラットに戻すか罰銃っていうことを考えないでください。この動画を見てもらえれば本当によくわかると思います。しっかりしたらレール、ずっと最後までレールキープしてるんですけども、あここなんか抜いてるよねっていうところは絶対あるんですね。こう、それはね、ちょっと見ながらちょっと、えー、あここだねっていうのをちょっと掴んでください。えー、そうすると、内径を取りながらのこう、罰銃力を抜くポイント。ね。あの、この辺の罰獣の仕方として、こうね、 へあお尻のお尻の穴をキュッと締めておいたらフッと抜くとかっていうね、わけのわからないこう私が <laughs> あの教えてますよね。お尻の穴キュッと締めたのをフッと緩める。そこでこう、フッと抜ける。まあ、力を抜けるっていう、そういうね、ええー、ことを言ったりとかしてますんで、そういうのをちょっとね、意識しながら、えー、頭で考えながら、この、一生懸命、その、なんつうの、こう、内径軸を取りながら、レールをキープしながらの抜銃ということをちょっと考えてください。ええー。あとは、ここの修正ポイントとして、 あと、キレを増す。キレを増すには、えー、内側、倒れ込めない池から今度は文面のない池に持っていく。そこで最後のボードをコントロールするということが、えー、修正ポイントとして、えー、今日お伝えしました。でもそこでね、えー、その修正ポイントを教えたことによって、ちょっと火が、もっと火がついちゃって、ウェーブのボトムターン、トプターンの話になっちゃって、ちょっとあのかなりずれたんですけども、えー、基本的に言うと、えー、今日の本題としては、 内径軸を取りながらレールキープしながらの抜獣それと修正ポイントとしては、えー、ブームエンド内径強めるそれのことによって、えー、ランニングを越えた後半で自由自在に出口のボードコントロールをすることができるそれをできることによってウェーブにつながる ということなんですね。だからまあ、ジャイブを一つ取って練習してても、本当にいろいろと幅が広がるわけです。ええ、本当に幅が広がる。もうスラロームだろうが、フリーダイルだろうが、ウェーブだろうが、一つのジャイブで全部できてしまう。全部楽しみが。ええ、ジャイブ一個練習したら、三つも四つもこうやってね、楽しみが広がっていっちゃう。それも自分で体に身につけちゃう。知らなきゃ身についてたら、ああ、全部できんじゃんみたいな。もうそこがね、本当にね、ジャイブの素晴らしいところで。ええ 私、ジャブの素晴らしいって、私に教えてることが素晴らしいっていうことなんですけども、本当にそうなんですね。えー、だから、一つのねあの、かっこり固まった教え方で、根本的な、本質をついた教え方をすると、そういうことになってしまう。すべてのジャブがうまくなる。面白いですね。えー、ぜひとも、えー、今日の動画を解説して、しっかりと、えー、その辺をね、自分でしっかり考えるってことが重要ですね。えー、そそで考えながらあうあういうことだ やろうぜあーっていう形で、えー、自分でしっかりと考えてください。ということです、えー。本日も動画解説、えー、見ていただき、聞いていただき、本当にありがとうございました。えー、では、早速、イメージトレーニングで、えー、レールをキープ、内径軸を取りながらの抜術、あとは後半の、えー、レールコントロール、どうすんのよ、部面の内径強めるぞということで、ちょっと MTT イメージトレーニングで、えー、思考から体に落とし込んでください。 しっかりと形を作れるように頑張ってください。えー、ありがとうございました。